第3期 JPML WRC リーグベスト8 B タク実況の柚木美香です。そして解説は勝俣健二が務めます。勝俣プロ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは対局の準備ができたようです。第3期 JPML WRC リーグベスト8 B タク2回戦東杯の開始です。で、2回戦目が始まりました。ちーちゃに藤崎、なんちゃにケネス、シャーちゃに山田、ペーちゃに小林という並びでスタートいたしました。ドラがローピンです。こちらが親番の藤崎の手牌。ちょっと苦しい形か、うん、だいぶ苦しいですね。だいぶ苦しいですね。ケネスは手牌がまとまっている。そうですね、羽満球が見える手ですよね。はい、小林も形良さそうか、はい、ちょっと親の藤崎が一人苦しそうだ。関数差を引き入れましたケネス。いいシャンテン。本日は一発裏ドラのある WRC ルールでお送りしております。4回戦を行い、上位2名が決勝に進出するというシステムとなっております。4半ちゃんだと難しいですよね。難しいですか。うん、あの4回の着順足して8ならほぼほぼ決勝いけるかなと思うんですけどね。4回戦でどうか、はい、9だと展開次第、9だと、まあ、3-3-2-1とかだと展開次第ですよね。ああ、なるほど、うん、さあケネスからリーチが入っています、うん、もう文句ない。はい、スッチピン待ち、高めがスーピンの一気通貫の形。さあ一発はどうでしょうか。一発はない。関ローソー、ローソーを引き入れました。ただ藤崎も、うん、いいシャンテンなんですね。そうですね、はい、ただね、安くて形も悪いんでね、愚形が残っている、はい、山田もいいシャンテンですが、いやこれはね押したいんですけどね、ドラマ余っちゃうかもしれない。ドラは打たない手組っていう風にしましたね。はい、イーソーは勝負、ドラにくっついたらくっつき方では勝負したいですね。そうですね、後継だったら、まあ、縦に引けばね間違いなく切ってリーチですけど、はい、どうでしょうか。うーん、この形でどこまで押すか難しいところですよね。いつでもこう降りれる、行かない、行かない、何のあんこに手をかけました。僕だったら押しちゃってますね。何をします。イーソー、リャンピン、まあ、前順イーソーから行ってますね。で今はリャンピン打ちますね。なんかなかなかねこれだけまとまった手がね、そうそう来ないんで、あこれで一発送、チーソーかローピン短期かどっちかはその時の雰囲気ですけど、はい、現張りにするかドラ短期にするか。ドラ短期でリーチだったら上がってる。厳しいですね。厳しいですね。なかなかね。どうなんですかね。1回戦戦ってみてケネスのリーチっていうのはどういう風に映ってるんでしょうか。まあでもトンタンキとかは手空いてないですもんね。あ、そうですね、うん。見えてなかったんだ。ショートンキ黙ってんでリーチで手空いたのってありましたっけ。リーチでケネスの手が空いたのはない。なさそう。あ、テンパイ。3万を切るとサブローピン。あ、ここはテンパイ取ったワンチャンスですか。ローピンが現物。
ンピンは通ったが、まだ切らない。だからケネスのリーチの幅をどう読むかっていうのは一つポイントですよね。はい、カンパーピンか、トン一曲の。そうだ、そうです、カンパーピンがありました。あれはリーチドライチ馬強そこそこでも上がれなくて、うん、まあでもなんかそうするとまともなリーチに見えます。そのなんかリーの身の具形とかではちょっと考えづらいかなって僕は思いますね。あれは馬強良かったですしね、はい、あの手を変えていく残りの順目も少なかったですからね、はい、今回5順目リーチなんでリーの身の具形とかだったらやっぱりセオリーは組み替えていくっていう風になるんですけど、あのペン3番巻いてますか、リーズもいいペーコー。そうですね、いいペーコーの。そうすると何でもあるか。小林が前順両蔵を持ってきてやめましたね。したら山田君の手だったらドラタンキック抜走チーソーか分かんないけど僕は追っかけてそうですね。抜走チーソーでも今チーソーで1600上がってますか。そうですね、まだスッチーピン3枚残ってる。まだスッチーピン3枚ですか。さあどうでしょうか、ケネス積もれるか。積もれない、積もれず。ケネス3山が多い、ワンパイ3山が多いですね。ケネスの一人転廃で流局となりました。ガチャンって。そしてトン2局になります。トン2局1本馬ケネスの野番です。さっきのトンタンキも3山でしたよね。あ、トンタンキも流局しましたっけ。あれあが背底で放獣だ。あ、そうだ、背底で放獣だ。さあケネスの親番ドラガロースをドラドラです。両面ターツは一つ、山田はピンズがかなり多く目立つ。そうですね、一色も見たい手ですね。はい、一色も見たいというか一色一本ですかね。もう一色でいきましょうか、はい、藤崎ドラドラ、ケネスと藤崎がドラドラ。山田くんはタイプ的にイーピンキューピンはポンしていくんじゃないかなとは思いますね。この形なら全然ポンして地位向かってなんとかなるかもしれないですよね。あ、キューピンあんこですか。キューピンあんこ、これは嬉しい。ローピン、イーシャンテン。ああ、イーピンポンテンだ。この順目でポンテンチーズはね、まあこれ一色手だろうけどっていう感じですよね。ああ。まあでもね。チーズのポンテンにとは思わないですよね。まあでも進んでますよね。チーマン、チーソーって出てって、はい、何発で、ションパイの発ですからね、はい。イーシャンテンは入っててもおかしくないぐらいですよね。山田はウッカーピン。ということはテンペンもね、ゼロではないなと思いますよね。チーズパーピンのテンパイ山田が入れています。うわ、ケネスパーピン自分で打ってるからどうしますかね。まあでもね、クイタンも見ますからね。ただ当然いつでも宝珠になってもおかしくないようなパーピンです。どこかの統一に手をかけるとなるとパーピンの可能性もあると。ありますよ。どっかの統一に手をかけるならやっぱパーピンですもんね。そうですよね。ローうん、タイヤを目指すならなおさら。これ山田君の手がローピンあんこったらどうしますかね。トイトイですか。トイトイも、チーズトイトイ、トイトイもあるし、はい、スーピン打ってね、サブローピンチーピンに受ける手もあるし、あ、そのままつもぎってウッパーピンの手も当然あるし、うん、難しいですね。これパーピン危ないか。あ、
ケレスパーピン。これは山田の上がり。チーズ8000は8300、山田の上がりとなりました。1回戦目4着大きい、ちょっと大きいラスを引いてしまった、ね、山田ですからね、はいはい、まあでもここトップ取れればね、あの全然まだまだっていうところなので、はい。そしてトン3脚になります。トン3脚山田の親番。まあでもこのね、今の8000はね、あのリードしてる小林くんと藤崎さんからしても嬉しい上がりですよね、はい、ああなるほど。ドラがいいマン。ケネスもやはりパーピンですもんね。どこかほぐそうと思ったら、まあでもね、下茶ですからね。うーん、自分がね親番でドラドラなんで、もう絶対攻めたい手ですけどね、はい、あの2回打たなきゃいけないってことを考えると、確かにと、まあ別の手もなくはないですよね、あったかもしれない。はい、関数関数マンを引き入れました。そしてケネスが、またドラドラ、またドラドラ、イーシャンテン。関三ピン引き入れました。テンパイリーチに行きます。藤崎、まあでもケネスはここ一歩も引かないですね。ここは引かないですね。うわドラドラ、これはローマ打った方がいいですけどね。なんとなく E ピンの方が確かに通りそうですよ。はい、うん、何回もねローマンか E ピン勝負するなら、でもここ一発避けるよりね、これ2ピンのロス大きいですけどね。これもね、チーマン打ちたいですけど、藤崎の町はスッチーソー。ここはもう宝珠覚悟で思い切ってね、全部いっちゃうぐらいでもいいかなと思うんですけどね。まっすぐに、うん、ちょっと降りようもないですからね。だってまだ全然現物がないですよね、はい、まあ、ローマンも危ないですけど、別にピンだってパーマンだって急走だって危ないわけで、はい、それだったらね、これだけの勝負手だったら上がりやすさを求めに行っても行った方がいいのかなとは思いますけど、スーピン。まあでもこれでね、あのまっすぐ行ってた時と同じ形に戻ったんで、はい、勝又プロと同じ形になってると、まあ、あの上がり逃しのね、あの危険が減ったんでよかったですけど、やっぱりそのこの戻るまでの4巡でね、はい、2ピンのロスだったりはすごく大きいんで、いやまだ打てる範囲はあるか、まあ、ウーピンとかね、イーピンとかね、現物はあるんですけど、あーイーシャンテン、まあ、やっぱせっかくね満願加点したとこだ。あでもここは頑張った、ウーマン押しましたね、はい、まあ、やっぱり藤崎さんのリーチはその間違いか打点が高いか、はい、最低でもどちらかはあるでしょうっていうとこから入ってますからね、なかなか攻めづらいのは分かるんですけど、藤崎がイーソーワンカン、シンドラがローピンになりました、うん、これで打点的にも怖くなりましたね。怖いですね。さあでも山田のローピンがドラドラになった。うわ難しい。急走は通ってるけど地層は通ってない。地層当たりですね。はい、リャンマンスーマンはどっちも通ってない。イーピンウーピンって打つとどっちも通ってはいるんですけど愚形残り。まあでもこれどうなんですかね。山田はウーピンを選択しました。はい、まあ普通といえば普通ですけど、うん、ケネスもなかなかここから手が進んでいかない。
まあケネスがねちょっと押してる分ウーピンカラーになりましたか。あ、形はねイーピン打っといて何か通ったとか、はい、チーソー通ったら9、7ってもう一回戻せるかもしれないんで、はい、イーピンから行きたいですけど、うん、ケネスもテンパン内でちょっと諦めムードのようなスーピン、ノーチャンスのスーピンになったんですけど、行ってもいいような気する手ですけどね。ローソー、じゃあ3ピン3ピンですね。カンチーソーは振り点とはいえ、チーソー1巡目に切ってるんですね。わあ、テンパした。カンパスを引き入れて親番の山田がリーチに行きました。町はカン3万。まあこの順目のカンチャンで2枚残りは十分ですね。良さそうですね。十分十分。スチソは1、2、3、4、スチソも2枚残り2対2ですか。藤崎がスチソ、親の山田がカン3万、どちらも山に2枚。3万ここに1枚、スーソー、これは藤崎の上がり、イーソーを暗観している藤崎。リーチ裏、リーチ裏位置ですか。70分、4500ですね。はい、藤崎の4500点の上がりとなりました。どうしたの？ちょっと遅っていう、あ、点数があのすいませんでした。トン4局、ドラがパーピンです。親番は小林、トイツが多いか、うん、でもまあ統一でというよりはね、ピン付近に向かっていきたい手配ですね。はい、両面ターツも2組あって、こちらが藤崎、こちらがパーピン、藤崎の手に1枚。関連ピンが入りました。ケネス、イーシャンテン、ドラのパーピンを重ねたのは山田。わあ、純ちゃん三色が見える手。山田君どうするか。換算形は換算ピン払いたいですけどね。まあドラ機能が一番広いですけど、換算ピン払っていきますね。うわ、スーピンからですか。スーピンから払っていきましたね。かなり守備的に、守備的に行く状況でも手でもないと思うんですけどね。はい、やっぱウーピン引きたいと思うし、ドラ、まあ、ドラを絶対打たないってことなんですかね。そういうことですかね。でもね、ドラを絶対打たないってする手でもないとは思うし。さあ、ここで藤崎からリーチが入りました。町は6球ピン、高めがローピン3色のリーチです、うん、文句ないですね。文句なし。うわー、残してしまった。これ掴んだのかな。ローピン残してしまったんですね。そうですね、うん、これは高め。藤崎の上がり、リーチ単野をピンフ3色ドライチ、12000点、藤崎の上がりとなりました。うわ、痛い痛い。
あれリーチの一巡前に初持ってローピン打てたんですかね。ちょっと覚えてなかったんですけど。もし初持ててローピン打てたのに何かしらその相手に誤情報を与えるためとかで持ったんだったら激痛ですけどね。乱入しております。難一局ドラがイーソー、親番は藤崎。何かそういう戦略的なことをするときは、はい、本当にねすごく気をつけなきゃいけないですよね。うん、まあ、当然ね手が決まった以上、まあ、純ちゃん三色で手が決まった以上を、はい、四乗牌を安牌にしとくのがね一番効率はいいですから。ただ相手に間違ってもらおうとかそういう狙いでローピン温存するときはちゃんとねその危険度とかを考えていかないと、この1回がね効くんですよ。1万2000点は想像以上の破壊力ですよね。うん、泣きますね。泣きますか。涙が出ますか。心の中で泣いてますよ。僕ならば。僕ならば。僕ならばでもローピンないかもしれないですもんね。うん、どうなってたですかね。わかんないですけど。でもなんかうまくイーマン残せなくて、はい、まあね、純ちゃん。になってなくて完全イーシャンテンでいうラッキーでキューピアンコってリーチとかもあったかもしれないですね。あったかもしれないですね、うん、確かに抑えての。カンサマが入りました。小林の手牌、シンプルに行きましたか。シンプルというのは、まあ一番手広いシャンテンに構えましたよね。ローピンというのは、はい、パースを切る手もあるかなと思ったんですよ。カンチーソーのテンパイって嬉しくないじゃないですか。はい、まあ、チュンがアンコになったりドラのイーソー引けてのリーチだったらまだ悪くないですけど、ピンズでもう一メンツ、うん、そうですね。ピンズのね14578で、はい、2面以上に組み替えれるんで、それを狙ってパースを打つかなとも思ったんですけど、チュンのポンテン取っていく、取ってもね1500のカンチャン待ちにじゃあどこまで価値があるのっていうことですよね。そうですね。僕はチュンのポンテンの1500が嬉しくないんで、先に払ってパースを打っといてピンズが伸びた完全インシャンテンが理想形、はい、にするんですけど。小林はドラのイーソーを引き入れました。でもポンテンには勝ちないですけどね。自分でアンコインになれば嬉しいですから。大きいですね。難しい。さあただここで2枚目のチューンが打ち出されないですね。ごめんなさい。でも2枚目のチューン出たら、あ、でもこれで三面ちゃんの形、ドラも数層引ければですけどね。数層引ければ、はい、もう見えてくると。山田はイーペーコーが完成。少し考えています。ここは数万切り。まあ、あの数万と数層の危険度と。三層ビキッドだけですからね、考えることが。はい、ドラのイーソー重なったチートイツ、統一点があるんですね。イーシャンテンチートイツに決めた。うん、ここで数層間に合いましたね、藤崎さんの天敗前に。そうですね。チートイツ天敗、うわ9万の方でいった。
9万単機でリーチに行きました。ケネスチートイツドラドラの手、そしてこのチューンを藤崎が仕掛けて一数層の転敗。9万単機は面白いですね。1枚切れのチューン単機の方が多そうですけどね。西あ振り点だ、あ自分で切ってる、1枚切れが振り点、それは9万単機ですよねまあでもリーチ失礼しました、リーチ奥行きましたね。そっか、振り点のチューン残ってたんですね。まあ、イーシャンテン段階では振り点ってそんな関係ないですからね、入れば、まあ、解消ですもんね、はい、うわ勝負どこ、いい数層きついんですよね。きついですね。どうなんですかね。でも出ないとこに9万がいった、チートイツに見えなくなったりするんですかね、振り点のチューンが。見えないですね、見えないですけどね、筋にかかってればね、9万もまだ出やすいですけど、ね、そうですね、けど別に普通に6、9万が危ない状況なんで、チートイツに見えた方が出るかもしれないですよね。あもうケネスの積もはない、これが敗停牌。さあどうでしょうか。やめましたね、やめましたね。まあそうですね、ポイント1回戦目も2着で、この2回戦目も4万5000点以上ある突破目ですからね、はい、ここはやっぱり8000とかの補充があまりに痛いですから無理をせず、はい、藤崎さんからするとここをトップで決めてしまえば、あのさっきの話の、はい、8を目指すっていうのがね、2着3着で OK だし、はい、あの展開次第の9っていうのは、はい、3着3着でもあの並びをうまく作れれば通過ですから、何2曲です、トップ守りたいですよね。はい、ドラガチー1、親番はケネス、藤崎チューンを重ねました。そうですね、藤崎さんかなりね手配整ってて、はい、チューンポンしたらすぐいいシャンテンなんですけど、はい、もうあまりにも真ん中だけになっちゃうんでね、難しいですよね、タイヤオンになっちゃいますもんね。うん、そうすると守備力が下がって先天で上がりきれればいいですけど、間に合うかどうかみたいなとこ、追いつかれたら攻めづらいんで、相手がテンパイ入る前に上がりきれそうだったらチューンから仕掛けたいですけど、ケネスもこの親番は降りないような状況ですもんね。そうですね、相当降りなそうですね、はい、うわ手もいい、コロチの3色が見える形、はい、山田はドラドラ、ケネスは仕掛ける手もありそうですね。一回当然面前で行けるなら面前で行くに越したことはないですけど、はい、両面から仕掛けるか、やっぱねどっかで仕掛けることになるなりそうなので、はい、だったらね最初の1枚目から仕掛けてもおかしくないですけど、両ピン両マンのところはちょっとほぐしておきたいですよね。今ケネス目いっぱいに構えましたね。ケネスもスチーピンは仕掛けたくないですね、皮もいいんで、ピンズかなり良さそうですね、うん、けどリャンマンとリャンピンのポンとウーマンの地位は僕ならばしますね。パーマンはしないですか。パーマンは日給なんでちょっと嫌ですね。3色目の残るウーマン、
いや、ピンポンしないしない、ポンしないで間に合うのか。だいぶ中旬に順目も差し掛かってきました。ゆずきさんは泣きます？ああ泣きそうですね、うん、泣きたいですよね。泣きたいですね。あのスーピン引き、藤崎さんのウーソー切りもすごい、まあ、3層が3枚切れてて、層図がもうめちゃくちゃ可愛い、高くて怖いっていうことですね。で玉天だ、藤崎さん、あーでもこれポンしない大正解になった。うわー、リーチいかないことがあるんですか。そしてドラドラの山田がリーチ。あーでもこれもダマテン大正解だ。小林くん統一落としですもんね。うわこれはケネス見事な上がりですね。ここはケネスが、いやこれはすごい上がりを、ピンフドラ1 2900-3200点のケネスの上がりとなりました。いやリーチ行きたいですよ今の手。行きたいですよね。ラスメの親でピンフドラ1ですよ。だいぶしかも点数離れたラスメですもんね。うん、しかもね皮もいいし悪くはないし、まあ、ドラマタギなんでね、はい、いいとは言い切れないですけど、統一落としだなって思った。いや思いそうですね。 ローマン先に打ってて、はい、その後別のハイが打たれてて手出しパーマンなんで、スライドか統一落とし濃厚ですよね、うんうんうん、そうするとそれを狙っての闇点だったのか、それもあったかもしれない。はい、藤崎がチュンと数層でテンパイを入れて、うん、小林くんからしたらねシンプルにねチュン切っとけば藤崎さんの上がりで終わったんですけどね。本一に渡りましたよね。そうですね、山田も勝負手でしたね、うん、制したのは親番のケネスでした。そして何局日本馬ケネスのレンちゃん、ドラが数層です。まあでもやっぱ麻雀難しいですね。難しいですね。ファインプレーだと思うんですよ今のケネスの闇点が、闇ピンポンしないとこから闇点の、あそこからそのつながりが、はい、うん、すごいね、なかなか上がれないところをねうまく上がりに結びつけたなと思うんですけど、まあでも日給なんですよね。難しいですよね。闇点上がりはあるけど値段がちょっと、そうですよ、やっぱそれよりねダブリーツもドライツの方が価値高いわけですからね。確かにさあドラドラの藤崎の手配、ドラの数層、本当ケネスのリーチ判断は面白いですね。面白いですね、うん、やっぱ点数状況的にリーチ行きたいですもんね、うん、まあ、僕はリャンピンポンしちゃうんで、あそっか、全然テンパれないんですけど、私もリャンピンポンだ、まあ、うっかりリャンピンを見落としてポンしなかったとしてテンパイしてもリーチ行っちゃいますもん、はい、全然上がれないですよ僕だったらで小林君は状況的に打つわけなくて、はい、1回攻めトップですからね。リーチ打っちゃったらドラマ的のパーマを打つわけがなくて、もう最高の上がりですよ。でね、山田くんに積もられたらケネスも大打撃のラスになるとこでしたけど、あ、スーソーがなんと藤崎の上がり、国士リャンシャン店から先切って、そうですね、単葉ドラドラ5200、5800、ドラの数層で報酬だから8000ですよ。8000ですね、ごめんなさい、8000点、8600、藤崎の上がり。しかも藤崎さんからしたらもう一番嬉しいとこから出ましたからね。一番嬉しいところ、ええ、あの1回戦ね小林くんトップなんで、小林くんはこのハンチャンラスでも、はい、あの絶対争い、通過争いには食い込んでくる状況なんですね。はい、なので今トータル3位4位のケネスと山田くんが沈んでくれるのが藤崎さんにとって一番いい展開ですから、あ、はい、3位との点差が開いてくれるのがいいわけですよ。はい、
そういうとこから見るとちょうど山田君とケネスがほとんど同じぐらいマイナス30ちょっとだったとこで、ね、そのケネス山田君から上がれたんで、もうますます通過しやすい状況。これで小林君この手上がって1回戦目小林君トップに2着藤崎さんで、今回は2着小林君トップ藤崎さんってなっちゃうと3、4のケネス山田君2人は2連勝条件みたいになっちゃいますね。うわー、これは大物手、ドラドラいいシャンテンです小林、うん、ただ実装がちょっと重いけどね、ドラがウーソーだけにどうするか。山田はメンホンチートイツ、まあでも親番なんでね、チートイだけっていうわけにはいかないですかね。仕掛けてのメンツでもみたいですね。先いいシャンテン、これはチーテン文句なし。小林がスーソーを仕掛けてテンパイ、町はスッチーソー、1万2000円ですよ。スーソー、いや、はい、もうドラドラ、あ、いや、もうどっちも高めです。あ、そうですね、スーソー泣いてますね、はい、ごめんなさい。これは山田くん危ないですね。持ってきたらまあ止まらないでしょうからね、この順目じゃ。小林はタイヤを3つ。藤崎さんもちょっと危ないか。スーソーですか。そうですね、スーソーもチーソーも持ってきたら。山田がシャーを仕掛けました。親の山田がシャーをポンしてリャンシャンテン。キューピン、これはリャンソー打つでしょう。これリャンソー打つだろうから、これスーソー危ないですよ。またこれ1万2000だと分かんなくなってきますよ。藤崎から山、まあ、少数島、藤崎から小林、お、うわ、これ藤崎さん本当に危ない。これはいったか。あー、これは小林の上がり、タイヤを3色ドラドラ8000点の小林の上がりとなりました。まあまだまだ有利ですけどね。捨てない4曲です。親番は小林、今8000点の上がりを決めた小林。いやでも今の8000はね、追いかける山田君とケネスにとってはね、藤崎さんが近づいてきてくれたのは嬉しいですけど、2着争いがね、このハンちゃんの遠のいたんで、はい、きついですね。オーラスですもんね。オーラスですね。これ軽い連チャンしてくれるのかって考えたら、もうこのままでもいいよと、はい、されてしまいそうな親番なので、まあ、簡単に上がれる手は上がってくれるでしょうけど、無理して連チャンしに来ないですよね、はい、だからきついですね。まあ、ケネスは1回戦目3着なんで、ここはねなんとか3着浮上できればまだまだ後半戦につながりますけど、山田くんはこれもラス落ちしたら本当に厳しいですね、2連勝は2連勝でも特大2連勝みたいになっちゃうんで、マンガン相撲足ります。な、足りますね、うん、山田はマンガン相撲で2着、うん、まあ、ラスは絶対引けないんですけど、はい、ちょっと無理してでも2着狙いたいぐらいのポイント差なんで難しい。関関数マンが入りました。ローピン重ねて、どうやって漫画にしますか。
チートイドラ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 まだゼロですけどドラを持ってくる予定2回2回厳しいですね。それはちょっと期待できないですね。1個までぐらいですよね期待するのも。うーん、ジェリーズもチートイウラウラしますか。はい、それも厳しいですね。裏乗らなそうですもんね、うん、チートイつって。他にざっとね5分の1ぐらいしか飲んないですからね。はい、6チッパの3色もちょっと遠そうだし、両ピン重なったチートイツイーシャンテンナが、そうですね、打点の元がない。でもまだドラのピン山に2枚生きてますね。2枚その2枚を2枚とも小林もチートイツのイーシャンテン。うわ、藤崎さん盤石盤石、もうめちゃくちゃ手広いですね。イーシャンテン、ケネスの手にドラが1枚、3ピンアンコ、3アンコ、スワンコ、この3アンコだったらスワンコでしょう。そうですね。お、イーソンも。ちょっと現実味帯びてきましたね。でもちょっとポンテン取りづらいですよね。取るか。ツモだとマンガン。はい。どうせね、面前でテンパってもツモじゃないといけないんで、あ、ね、直撃も OK だけど、あ、面前なら直撃が OK ですね。そうですね、まあ、ローピンは2枚目だから取るでしょうね。ドラ重なったケネス、どうします。ターツオーバー、まあ、ここはドラ固定。いやでもこれ藤崎さんのね、あーでもこれ9万重なった天敗、ドラドラチートですよ。これ藤崎さんがトンつかむ、やっぱり打つよ。トン、これは小林流り、これは怪人の可能性がね。チート1ドラドラ9600点、小林の上がりとなりました。うわ、今ですよ、これは嬉しい。自分が漫画積もるのと同じぐらいの価値ある結果ですからね。まあまあ自分が漫画積もるが若干嬉しいんですけど、はい、十分嬉しい。まさか藤崎さんが5万5000点ぐらいあるとこから、藤崎さんがですよ。いや、まあ今日ちょっといつもよりね攻め寄りかなバランスかなっていう気はするんですけど、それにしてもちょっとまさかですね。はい、そして小林くんはこれはここトップ取ると1-1ですね、うん、3-3で大体大丈夫なんで、はい、3-4でも並び次第で大丈夫なんで、もう濃厚みたいになりますよ、ここトップ取るとかなり有利。さあ、うん、4局1本バドラがいいそうです。山田なんが重なったドラドラの山田です。山田くんは羽つもこのハンちゃんの2着には、まあでも満貫積もって素点縮めるだけでも十分50ちょっとの差なんで、2連勝たあの2連勝しちゃえばそれだけでなんとかなりそうなんで、はい、まずは上がりですね。やっぱりね、いくら藤崎さんが、ね、2着になってくれても自分がラスになっちゃったら全然生きてこないんで、それがケネスに3着まくられちゃったらね、まくられる方が、はい、3300差なんでね、もう一上がりで逆転ですから、はい、イーシャンテンケネス、ただ7、8、9を若干見ましたか。
急走3枚切れですけどね。上の3色ですか。ケネス白のポンテンだと直撃でも足りない。イーペーコリーチイーペーコ2629相撲直条件ですね。はい、これもね、前の手と似てるんですけどね、思い切ってローピン打っちゃう手もありますよ。イーシャンテーに構えましたけど、あ、さっきのウーマンのところでしたっけ、はい、ドラットナンのシャンポンがまず残りそうじゃないですか、はい、そこにねローピンまで残っちゃうとイーソーローピンなんから2つ来なきゃいけないみたいなイメージはきついですよね。はい、なのでローピンかローマンかソーズの差し頃のどれかが一つ瞬通になってくれって、まあ、ここでローピン打つんですよね。はい、ローピン打たない手があるんですか、これ考えてるけど、まあ、ローピン打つんですよ。そしたら先にローピン打っといた方が、今ソーズが伸びてくれたんでいいんですけど、ウーマンチーマンのね、はい、時の価値が上がるっていうのがあったんで。うわー、仕掛けた。ピン残しているということはウーピン引いたら何切ってピンフ3色狙いですね。ああ、この山田の手牌、はい、さあ親の小林がカンチーマンを仕掛けて天牌、町はリャンウーマン、藤崎は流派を仕掛けています。5255藤崎は1000-2000一本場足りない。1000-2000、いや小林くんが親なんで大丈夫ですね。足りてますね。はい、うわー、なんが食い下がった。なんしょんぱい、打っていいと思うんですけどね。藤崎さん警戒してるんですけどね、これは山田くんが統一なんですけど、はい、山田くん警戒じゃなくて初ポンしてる藤崎さん警戒なんですけど、打たなかったですか。この何ぐらいで降りるんだったら、はい、チーマンチーテン取らないで面前でやっててもよかったかなっていう気はしますけどね。1500上がればよりトップの可能性は高まりますけど。なん重ねた。いや、これ手詰まっちゃうから数層から行った方がいいような気が。うわー、でも山田君にとってはいい対地になりましたね。そうですね、山田そうすると難がない。イーソーが、イーソーは山に2枚、うわ、換算ピンチって、藤崎が換算ピンを仕掛けて、まあ、ウーピンが3枚切れだからですね。換ウーピンが残っていてはきついっていうことですけど、それにしても思い切った。ああ、受けてる風味だからっていうのもあるんですね。小林が受けたから、うん、受けてるっぽいですもんね。確かにソーズ一メンツ抜いたわけですもんね、3-2-4って。はい、で3ピンがね合わせ打ちだから出てきたと。なのでちょっと危険度の高い手になっても親の小林君に補充する一番危険な状況を避けれるっていうのがありましたね。さあ、山田からリーチが入りました。イーソーと何のシャンポン、
いいそう。ただ小林からは打ち出されないか、打てる牌は3ピンが現物。まあ3万が筋。藤崎さんにピンズがあるかもっていうのもあるんでしょうね。ここで手詰まっちゃうのはちょっとね、構え方が悪いですね。まあ3層打ったとこで降りるのを選んだとしても、ここで手詰まんないようなね降り方はしたかったですけど。イソまだ1枚残ってますか。イソ1枚です。はい。まあでも山田君も積もればまだ、そうですね、裏位置で2着まで。次が最後の積も番どうでしょうか。ウーピン3ピンは現物だが藤崎に切りづらいか。いや、まあ、もう大丈夫ですね。もう大丈夫か。一ピン2ピン打ってきてて、2ピンが4枚見えてて、これが配定牌。お、テンパイ。テンパイ取れましたね。藤崎山田の2人テンパイで流局となりました。そして2回戦が終了と。トップに小林、2着に藤崎、3着に山田、4着にケネスという並びで2回戦が終了いたしました。この後3回戦です。